どうもこんにちは。本当につい 2,3 年前までクソネガティブで不愛想が代名詞でもあった竹です。はい、始まりました。今日も始まりました。はい、で今日はですね、はい、本当にですね、今自己紹介したように、自分は本当に 2,3 年前まで本当に不愛想が代名詞でもとも言っていいようなぐらい不愛想でいて、なんか表情を見せるのが苦手だったというのか、見せないことがいいと思っていたのか、とにかくまあそんな性格のやつでした。はい、ですが、自分がこのように明るくですね、笑顔で動画撮影までいけるなんて自分でも思っていなかったですし、2,3 年前まで関わってくれてた人はよくわかると思うんですけども、間違いなくこんな性格ではなかったです。はい、でこのようになるまで、変わるきっかけをくれたのが、まあ、読書であったわけです。はい、でその 2,3 年前までは本当に一冊、読んだことないような本当に読書嫌いと言いますか、まあ、そういうやつだったんですけども、まあ 2,3 年前の職場がまあパチンコ店だったんですけども、まあ、その時の店長がですね、まあ、読書という、まあ、きっかけをするきっかけを与えてくれた方でして、本当に感謝してるんですけども、まあ、その方はまあ読書好きで、まあ、本当無料で自分で読んだ本を、貸し出してた、職場で貸し出してたっていう状態なんですけども、まあ、そういうのをきっかけで読書、これ素晴らしいなと、人生変わるなということに気づき、まあ、そこからですね、年々ですね、まあ、読書量とか増えていきまして、まあ、今では月本当に10冊ぐらい、まあ、読んじゃうぐらいような形で、やっぱり読書はですね、やっぱり今まで自分が考えてたことを、まあ、肯定してくれたり、まあ、否定もしながら、まあ、勉強になるなっていうのもあったり、とにかく読書は素晴らしいなっていうことですね。はい、でそういう読書を通じてですね、まあ、いろんな本に出会う中で、まあ、2つぐらい挙げるとしたら、まあ、1つ目は、まあ、嫌われる勇気という本から、まず深く感銘を受けたところは大きかったですね。読書にハマるきっかけにもなりました。はい、でその後ですね、もう1個紹介するとすると、自分の HSP という性格上の特性があるっていうのを、本から学びまして、で世界に、ね、日本にはまあ5人に1人ぐらいこの HSP という性格だったり特性を持っている、まあ、別に障害ではないんですけども人がいるらしい、ということが分かったというのもすごく大きな収穫だったというか、本当にこういう自分みたいな、一人が好きで、共感性は高いけども大人数でいるのが本当に苦手、で大人数でいると心がうっというふうに、なんだろうな、なんかとにかくうつ病みたいな感じになっちゃう性格なんですね、その HSP というのが、まあ、生まれ持った特性らしいんですけども、まあ、そういう人が世の中にも他にもいるんだっていうふうに思えただけでもすごく、まあ、心が楽になれたといいますか、そういったのもあって、まあ、今のような現状に至っていまして、その読書の素晴らしさだったり、まあ、そういう皆さんですね、どんな性格であっても明るく楽しく、人生を過ごしていいんだよっていうことを、まあ、この動画でを通じてでもですね、伝えていきたいなと今後ですね思っております。はい、こんなところで前置きは
以上といたしまして、はい、前回予告しておいた、タクシーにおいて特に気をつけているところですね、はい、6個ほど、紹介していきたいなと思います。はい、まず1つ目ですね、声のトーンと、まあ、挨拶ですね。声のトーン特に、やっぱり暗い声だとお客様はですね、やっぱり信頼していただかなかったり、やっぱり印象っていうのもありますので、まあ、第一印象すごく大事です。声のトーンと、まあ、表情のところもですね、自分的には、気をつけております。で、必ず、まあ、会社のマニュアルにもなってるんですけども、ご乗車ありがとうございますと、でその後に、自分のですね、名前と会社名を紹介するっていうのをやってるんですけども、それが意外と個人的に大事だなと思いまして、その会社名と名前をお客様の目を見て紹介することで、まず会話のきっかけですね、っていうのも作れるということで、まあ、ぜひ、他のタクシー会社さんでですね、こういう名前と会社名の紹介をやっていない方、はやっていただけると会話のきっかけも作れて、いいのかなと思います。はい、じゃあ次にですね、車内のですね、温度管理ですね。温度管理、これやっぱりですね、車内を快適に過ごしていただくという意味でもやっぱり車内温度管理は大事でして、大事なんですけど特に難しい部分でもありますね。やっぱり、後ろと前では、温度、体感温度っていうのがやっぱり違ってきますので、そこはやっぱりお客様とのコミュニケーションだったり、まあ、まずはお客様の服装だったり、どんな状態で乗ってきてるのかなっていうのをしっかり考えた上で、まずは自分で調整し、なおかつお客様にも空調こんな感じでやってるんですけど大丈夫ですかっていうふうに、確認しながらやっていくのがいいかなと思います。はい、で3つ目ですね、G をかけない丁寧な運転ですね。まあ、G と言いましても、ゴキブリではないです。はい、重力ですね、お客様にかけないように曲がる時であったり、カーブの時はですね、特に急カーブを急ハンドルをするようなことがないようにだったり、あとブレーキですね、特にブレーキの際、グッて一気に踏んじゃうと前にガクンっていう風になってしまうので、ゆっくり踏んで、止まりそうになったらゆっくり離しながら、G がかからないような運転っていうのをやっぱりですね、車内を快適に過ごしていただくという面で大事かなと思っております。はい、で次ですね、は4つ目、匂いですね。匂い、やっぱり匂い、車内快適という部分でもやっぱり大事になってきて、まあ、特に自分の匂いをまずケアしながら、お客様が、乗ったら、まあ、どんなお客様が乗ってきても次の乗車までにはリセッシュを必ず1回はシュートするというのは心がけております。はい、匂いはないように、するのがいいのかなと。やっぱりお客様によって匂いも好みだったりあると思うので、匂いをないようにするっていうのが大事なのかな。できればですね、そういう対策も気をつけております。はい、で5番目、忘れ物のチェックですね。本当に忘れ物あったりすると、お客様に届けなきゃいけなかったり、まあ、いろいろとですね、そういった時間のロスだったりもありますので、忘れ物チェック、お客様にですね確認と、お客様に忘れ物ないですかっていう確認と、あと自分でもですね目視でしっかり確認してっていうのをやっておりますね。で特にうちの会社はドアサービスといって、必ず降りるときに、まあ、必ず、まあ、状況にはよるんですけども、ドアサービスっていうのを行っておりますので、その時にも、その時にしっかり確認すればいいのかなという感じでやっております。はい、で最後6つ目ですね、1乗務ごとに、1乗務、1人のお客様を送ったら、まあ、必ず、まあ、外に出るということですね。はい、まあ、健康上ですね、ずっと座ったり立ってる、とにかく長時間ずっと同じ体勢っていうのがとにかく体に悪いっていうことも、まあ、読書からいろいろ学びまして、まあ、そうですね、会社的にも
そのドアサービスするっていうことところで、まあ、基本的に強制的に立つような感じにはなるので、まあ、そういった面でも、いいのかな、ドアサービスはいいのかなと思ったりします。はい、でドアサービスできなかった、忙しいだったり、場所によってはできないところあるので、そういった場合終わったら、なるべくですね、車内の外に出て立って体を伸ばしたりすることを、心がけております。はい、以上、特に、タクシーで、気をつけているところ、6つほど紹介いたしました。はい、で次回はですね、タクシーをやってて、まあ、周りを見てですね、ちょっと残念だなって思うことですね、ちょっと紹介していきたいなと思います。ではこのように変わりました。何言ってんだ。はい、じゃあこれで終わりにします。バイバイ。はい、オッケー。